日本東京都江戸川区一の江一の江は東京都江戸川区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は一の江一丁目から一の江八丁目。郵便番号132-0024。東京都江戸川区中央部に位置する。地区の東辺を新中川、北辺を国道14号で隠す。一の江は 新大橋通り以北に南北に細長い町域を形成しており、市野江町のみ通り以南に位置する。北では大杉、東は、新中川を挟んで対岸に、春江町2.3町目、南で西水江4町目、春江町4町目、市野江町及び船堀、西で、松江6.7町目及び、西市野江2.3町目と隣接する。 1932年の江戸川区成立時に市野江町として成立。1938年の城名地番変更により、当地区の大部分は市野江一から四丁目となったが、新大橋通り以南の最南部のみは市野江町のまま残り、2009年現在も存続している。 当地区では1983年に住居表示が実施され、一の江一から7丁目となった。1938年成立の一の江一から4丁目と、1983年成立の一の江一から7丁目と同じ区域ではなく、周辺各町との境界の変更がある。2006年の住居表示実施により、春江町4丁目の一部が一の江7丁目に、 編入され、同じ春江町4丁目の一部から、新たに、市野江8丁目が成立した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。なお、江戸川区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域の南部に、 都営地下鉄新宿線一野駅が所在するが、北部の一野駅長目は、至近の駅から 1km 以上離れた、鉄道不便地帯に属する。AB、町長目別世帯と、人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。町長名別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校。学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校。 学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。